えっと、私は今54でしてあと4ヶ月ほどすすると55になります、まあ、私の社会人経験の一番最初っていうのはあの自衛官だったんですけどうん私の、えー、同期入隊だった人たちっていうのがですねほぼこの3月末までで、えー、定年退職に、えー、なったはずです。あのほとんど ですね、あの残ってる人は、まあ、若干はいるのかもしれないあの自衛隊って、ね、階級ごとに定年が、えー、違うんですよ53歳から定年が始まって、えー、と55まで残れるのはかなり階級が上じゃないと1差一差ぐらいじゃないと1差っ,っていうのはあの軍隊でいうとこの大差ですね。 え大差ぐらいにならないと5556まで多分入れないんでおそらく全員もう定年退職になってますまあこの機会にちょっと自衛隊のことについて思うことをあれこれあのお話をさせてくださいで私はあの現役の自衛官でもないし自衛官だったのはもう30年も前の30年 30年以上前の話ですんでまあ私の言ってることはタワーごとぐらいに聞いといてもらえ,もらえばいいと思います。えー、とまずですね今の自衛隊の在り方っていうのがこれはいい,いいことなのかっていうとまあ決していい状態とはこう言えないですよね。国を守れる状態なのかっていうと守れるかどうかはまあ運次第みたいな感じになっちゃってますね。でそれは何なのかというと えー、法律でガチガチに縛りすぎちゃってて、どうにもこうにもなんないです。あの国防をしようにも、国防をさせるもんかみたいな法律に現状ではなっちゃってるんですよ。あの事務手続きが全部進まないと何もやっちゃダメっていう風になっちゃってて、えー、例えばまあどっかの海沿いの駐屯地がここあったとして、そこの 海岸から目の前にもう敵がうわーっと来てるのがもう目視で見えてるっていうのに自衛官は何すべきかっていうとぼーっいいのちゃけな敵が来たって言うんで武器庫からあの弾薬庫から弾薬なんか出したらそこでもう「はい自衛隊法違反ですお縄です」やるなってなってんだよ。 で敵があの、まあ、手続き踏んで、えー、なんだ防,防衛だ動っていうんだっけああんで出ていいですよってことになってなったとしたらどうなると思う敵が攻めてきましたあ信号赤だおみんな止まれお順号赤だぞ止まれ <laughs> なんだよお前敵が目の前でいるのに信号で止まれなんだよで敵はどうすんのかって,言って信号なんか守るわけねえじゃん。<laughs> であの 敵が来ましたでよしじゃあここにあのここで陣地を据えてであの向かうとえここ私有地ですよえ行けねえ地権者と話し合わなきゃみたいなことになって <laughs> バカみたいなね国防ができません今の状況ではね国防ができないんですよほんとさ今まで誰も攻めてこなくてほんとよかったよ <laughs>。 国防できません,、うん。で、私が自衛官だった頃どうなってたかっていうとなんか上の人たち先輩方とかあの幹部の方々とかはあのおそらくこう考えてたんだよなあの米軍がなんとかしてくれるぐらいの <laughs> アメリカさんの意向はどうかなとかなんかそういう気で言いましたよ。うん、で今もそうなってるしね仕組みとしては。で なんだろうなこ国防する気がないっていうかさ国防できないように仕組みができちゃってんだから自分らじゃどうにもなんないわけじゃんで実際、えー、といざあの国を守ろうとして動こうとするとそれはもう後でお縄になるのを覚悟の上でやらないといけない。でお縄になるのを覚悟の上で自衛官が動くことを、えー、政治家とかは心の中ではきっと願ってるんだよな。で一部直人みたいに えー、自分が首相になってから自分があの自衛隊の指揮官最高指揮官だなんてことを知りましたみたいなねそういう,うどうしようもないアホも <laughs>、えー、日本は首相になっちゃったりとかするんですよ。でそれを選んでるのはあの最終的にこう責任を取らされるのは、えー、国民です。 あなんかうん、うん、みたいな感じだよね。でそれをどうどうすればいいのかというと、憲法九条か他のものじゃなくて、た,ただ単に私は、えー、自衛隊をただ単に軍隊にすればいいだけのことと、ただそれだけのこととこう考えております。でなんでそういうことになるのかというと、自衛隊っていうのは世の中にはですねいろんな軍隊があって。 えと国内の鎮圧のためにある軍隊っていうのもよその国にはあるわけねだけど、えー、日本の軍隊ってさあの軍,軍隊じゃなくて自衛隊なんだけど自衛隊は国内問題に対応するためのものではないわけじゃん対外国なんだよ対よその国なんだよ対よその国ってことは国際標準じゃなくてどうすんだって思うんです,思うんですけどねいかがですか皆さん。 あの日本国内の都合だけで「いやうちの都合はこうだから」って言うんだったらそれはさ、えー、そういう軍隊的な組織であるんだったらどうすべきかっていうととんんででもななななく強い軍隊でなきゃダメなはずなんだよとてつもなく強い軍隊があってで日本国内でのルールではこうですから、えー、よその国の皆さんそのつもりでねとか言うにはとんでもなく強ければそれはそのルールは OK が出るんだよ。 ところがさよその国とバランスを取ってますで、えー、うちの国内法ではこうなってます信号は守りなさいとかえいや今あ、何よその国攻めてくるのあ、攻めてくる皆さんちょっと待ってください今県知事にサインもらい、ま、に行ってますんでいやちょっと県知事が今休暇中で明日にしてもらえませんかねっていうのはこれ通用しないんだよこんなの通用しないんだよ攻めてくる側にしては ね、だからせめてグルカはそんなんで通用しないからそれでも、えー、OK っていうふうにするんだったら日本の,あの,その軍事組織がとんでもなく強ければそれは OK になるんだよ。でそれとんでもなく強くするのは嫌でしょ嫌だったらどうすべきかっつったら規定から何からら何全部、うん、国際標準のよその国の軍隊はこうなってますよ。いやじゃあ日本国の軍隊もこうですっていうふうにすればいいんだよ。 だ自衛隊を軍隊に切り替えるで軍隊に切り替えるにあたって自衛官の人はえ聞いてないよってことになるからあの軍隊に今度から切り替わりますそれで OK な人は軍人になってくださいで軍人になるのが嫌っていう方はあの退職する権利があります、はい、退職金も出ますっていうふうにしないといけないんじゃないでしょうかね。 うん、それであのことが丸く収まるで当然憲法も変えなきゃ駄目ですよ。陸海空あの軍事力持たないみたいなことになってるんだからそれはあの憲法を変えなきゃいけない憲法を変えてそれで、えー、軍隊を持つと陸海空それから海兵隊の軍隊を持つで他にも、えー、情報機関も必要ですしもしかしたらあの宇宙軍っていうのももしかしたら必要なのかもしれないですけどねとにかく軍隊という組織に切り替える。 えー、そうあるべきだと思いますけどもね何だろう自衛官が無駄死にしなきゃもしくはあの指揮官がお縄にならないと国防ができないという現状の,あの国防体制っていうのはとっととどうにかしなきゃいかんなと、えー、思いますけどもねそれからあのそういうルール作りの点でもそうなんですけども。 うんもう一方でですねとんでもなく大きな問題っていうのは銭がない金がない金がなくて空っ血なのよ。ろくに練習があとは弾薬とかの備蓄なんかも全く足りてないらしくって、えー、まともに戦闘をやるとどんくらい数日かな数日で弾薬がなくなるみたいな。 感じになっっちゃってるわけ、ね、でそれをあのどういう理屈でそうなってるかっていうと米軍から補給されるからみたいな <laughs> 理屈になってんだけど米軍が協力してくれるかかかどうかはさっぱりわかりませんで私がいた頃っていうのは冷戦だったから冷戦の頃だったらさアメリカにとっては赤っていうのはもうとんでもないあの脅,脅威であったわけで。 うん、何が何でも日本を赤から赤化するの共産化するの共産権にこう入っていっちゃうの何が何でも防ごうっていうそういうモチベーションがあったけど今違うからね時代が。うん、なんかかどっかの国が日本を攻めてきましたでその時に米軍としては「うんアメリカにとってどっちが得かないや動かない方が得だないやじゃあ自衛隊の皆さん頑張って!」みたいなことにね なるかもしれません <laughs> 昔とは違うんだよ私がいた頃とは違うの。で私がいた頃のソ連っていうのはどうだったかっていうとさソ連っていうかワルシャワ気候群で私なんかは陸自だったんである意味恐怖だったや。でなんでかっていうと私らなんかはどういう演習をやってたかっていうとね富士演習場で 空艇が降下してきてそれがあの富士のところに空艇が降下してきたのが東京まで進行するという前提のもとで演習をやってたりとかしてたのねそうすると空艇隊員と一緒に空艇,空艇隊員とか空,空艇の兵士と一緒に戦車まで起こってくるわけ。 戦車つっ,たって装甲車と言った方がいいような装甲の,の薄いやつなんだけどだけどね当時はね装甲が何ミリかってのも軍事機密だから分かんないわけよだから自分らが持ってる武器でその戦車を迎え撃てるかどうかさえ分かんないってそんなそんなことをやってたんだよ相手がどんだけ強いかが分からないでなおかつあの数がとんでもなく多いのはもう分かりきってるわけね。 で、そんなのがうわーっと降りてきてそれを迎え撃てで相手は、えー、空挺戦車空挺戦車っていったって、あのー、歩兵戦闘車みたいなあの歩兵が乗れるやつだったりするんだけどそれにはですね装甲がされていて、えー、砲が積んであったり砲,砲とかあとはミサイルとか、えー、そういうのが搭載されてるわけよそれがガーッと来たところをこっちはむきみでた迎え撃てって言うんだよ <laughs> やだよおい。 鉄の塊対向きにかみたいなそういう演習をさ,れさせられててでこっちは陸装とかにこう聞いたりする,するんだよこ,こ,うこういう前提でやってますけどこれ7.62で打ち抜けるんですかっつったって聞かれた方も困るよな <laughs> 意地が悪いよなこいつ意地が悪いんじゃけどこっちは真面,目に聞いてんよ真面目に聞いてんだけど知らないわけだよあの闇のベールの向こうにある武器と戦えってなっちゃう。 なななんだかななんだだだかよで今はあの状況が変わってさあのロシアロシアってかソ連だったら正面切って攻めてきたかもしんないけど今だとさ例えば北朝鮮の民兵とかが来ちゃったりとかするわけじゃん。でしかもそれが難民に扮して実は武装しててって言うんで来ちゃったりとかするんだよ。 そうするとさ難民です助けてくださいみたいなで助けようとしたらいきなり小銃出してみたいな AK74 出したりとかってこうやられるんだよ。だからその時に自衛隊でじゃあ警察が何とかするのかってだって自動小銃を相手に警察官があのリボルバーでパンパンとかやり合うの話になんねえよあ。あっという間にぶっ殺されて終わりだよ。 これに関してはね皆さんあれを見てくださいあの今から10年ぐらい前の映画で能登半島かなんかにね、えー、北朝鮮の潜水艦が座礁してそこから、えー、北朝鮮の,あの特殊部隊が2 3 0人降りてきてそれを、えー、自衛隊が迎え撃つみたいなやつなんだよね。で最初普通 が投入打ち合いになっちゃってで現場から連絡があって「手の手榴弾使わせてください」って言ったら首相官邸ではどうなったかっていうと「手榴弾を使っていいという憲法上の解釈はどうなるかね」みたいなことやってんだよ「<laughs> お,前らお前ら現場はもうぐちゃぐちゃだぞ」みたいな。でそのうちあの普通かケチョンケチョンでやられてでその後もうもう。 やっっちゃっていいよみたいなことになって空挺レンジャーが投入みたいなことになるんだけど <laughs> で空挺レンジャーとあとは、えー、AHYS かあのコブラでボコってっていうことになるんだけどねなんだかやっててもう情けないよあの現場の人間が無駄死にしていくあの様はなんか元自衛官の私からするとあのリアルに感じましたけどねあの現役の人が見るとどう思うんだろう。 あとは、えー、皆ささんぜひご覧くださいあの私からするとあれはリアルに見える少人数で来た,たさほど大した武器も持ってない人たちに、えー、正規の,あのなんだろう国を守る組織があの上の連中が間抜けなのと生徒がダメなもんだからぐじゃぐじゃになっていくあの様がな何とも早いっていうあの感じですね。 でなんだろうな役に立つ映像だからこそ、えー、マスコミはこういうの一切あの宣伝とかは多分拒否したでしょうしあんまり有名な映画でもないんですけどもまあ何らかの形でおそらくあのブルーレイなり DVD なり、えー、で出てるでしょうからあの機会がありましたらぜひ、えー、ご覧ください。でさっきあの言いました歩兵 あのあ空挺戦車ですね空挺戦車っていうのは、まあ、戦車でいいのかなえっとね BMP なんとかとかね BMP123 ってあるんだっけああいうのをですねまあ私が自衛官の頃はあの全くあの何が何だか分からなかったので走行圧が何ミリかとかそう,いうそういうのがさっぱり分からなかったの,あの何キロ走れるんだとか最高速度何キロなんだとかそういうデータがね、えー、さっぱり分からなかったんですけど えー、今はお金を出すと乗れます。で実はおととし私あのアメリカに行ってたじゃないですか2ヶ月ほど。でその時にねあのアメリカで戦車に乗れるっていうところがあったんだよ。あの私が目をつけたのはねタンクドライブ・ドット・コムっていうのがあってあのリンクを貼ってきますんでそこがね えー、確かにテキサス州にあってそこで100万円100 110万円ぐらいかな、えー、払,う払うとこ,れこういうコースがあるよっていうのでそれでね私があこれいいなと思ったのがシャーマン戦車に乗ってドイツのあれだよなんだっけハーフトラックに乗ってそれからあのさっき言った空挺戦車 に乗ってあとは、えー、ドイツの、えー、汎用機関銃ぶっ放してあとはいくつか銃をぶっ放せるよあとはね戦車は手法を出してくれるっつうんだよ。でそれがセットで110万円ぐらいっていうのがあっておお,おいいな行きてえなとか思ったんだけどまあ結局行かなかったのねで行かなかった理由は何だったのかっていうと当然そういうところって英語じゃないで英,英語が割割となんか だダメダメなこいつはダメだなみたいなあとはさ、えー、テキサス州であれ真夏に行ってるからさで戦車って旧式のはみんなエアコンなんかついてないわけ、ね、で猛烈に暑いだろうしでなおかつさえ英語がポンコツなこいつが英語でレクチャーとかされてで戦車とかをこう動かしてさなんかあると事故っちゃうからさまあ結局やめたんだけどね。 まあ,機会があったらやりたりやいなと思ってますであと何年かするとあの自動翻訳なんかもさもっとリアルタイムでなんかできるっていう時代が来ちゃうのかもしれないでそうなったら、まあ、秋とか春とかさ季節のいい時に私が一人で勝手にアメリカ行って戦車とかこうやってきようかなとかでアメリカ行くとさジェット戦闘機とかも乗れるんだよね <laughs> 音速突破とかもできてさああいうとこか行くとお金さえ払えば結構どうにかなるんでうん。 な冷戦の時には謎の兵器だったものを今はちょっとお金を払うと <laughs> 自分で操縦できる戦車砲もぶっ放せる「こうファイヤー!」みたいなすごい時代になったよ。だから私が自衛官だった頃にはもう想像ができないようなすごい時代に、うん、なりましたね。で、えー、と国防の環境も全く変わりました。今ははアメリカが日本を守るとは 限らなないいそういう時代にっっちゃってんですよでもにアメリカはアメリカの都合でいや今もあの日米同盟はあの健康に守られてるよみたいなこと言ってるけどそれはアメリカの都合であっていざ何かあったらどう裏切られるかはさっぱりわからないというそういう時代になってます。だからとっととあの日本はあの国防の体制をきちんとあの確保すべきですね。 で私が自衛官だった頃には到底考えられなかったようなあの海事は空母を所有、うん、することになりましたし陸自は海兵隊にあたる部隊を持ってますし、うん、まあ随分あの変わりましたね、まあ、困っちゃったのは空自ですね空自は自前の戦闘機を自前のっていうのかな。あの 国産の戦闘機を持てないままでいて今 F35 が導入されてますけど F35 も微妙に不安定という値段も高いしね、うん、そういう状態にあってだから国防体制っていうのもなんかもうちょっときちんとやろうよって思いますけどね。ああとはあのー 自衛官が退職後に行き場がないという状況も私は何ととかすすべきだと思いますよあの何十年も自衛隊っていう組織に生きてきて「えあのはい定年退職です」はい「出てってください」って言われても外で生きていけるかっていうとあの外の常識を全く知らないでいきなり外に出ちゃうからうーんなかなか厳しいんじゃないのかなって思うんですけどね。で今自衛官っていうのは あの兵器が高度化したりとかあとは災害派遣の訓練なんかで忙しいですからんだから定年退職した人が駐屯地内の,あの警備とか、えー、もろもろの,あの仕事がこういっぱいあるわけですからそういう雑事は OBOG がやってくれて、えー、現役の自衛官は訓練内何な,なりに専念できるっていうようなそういう仕組みづくりに こう変えてった方があのいいと思いますけどもね。あ、あともう一個大きな問題点がありました。私はこう思います。あの、膨大はやめるべき膨大という組織をもう解体すべきだと思いますね。膨大が学生を受け入れて、あの給料を上げながら学生生活を送らせるっていうのは、もうひたすら無駄でしかないと思いますよ。あの、膨大での人たちは何を考えているかって言うと。 えー、膨大でだけでおいしいところをこう囲おうと思っちゃってるだからそういうんだろう膨大でだけでなあの仲良しクラブを作ってそれでおいしいところだけは俺たちで選挙するよあの一般大学でのやつとかあの叩き上げのやつは来るなよはい来るんじゃないよとかこうやってやってるだけの人たちはいらない。 そういう人たちを量産してるだけの膨大っていう組織は。なくていいと思います。それと。もう一個これも言わしてほしいな。あの。防衛大臣はぜひとも。幹部食堂を。抜き打ちで見に行ってください。で、何が見れるのかっていうと、これはあの、私が現に、あの、市ヶ中駐屯地で見てたことなんですけど。まあ、普通。あの。 まあ私なんか陸士しかやってないんでそういうのが幹部食堂に入るっていうのはないんですけどもあの KP っていう仕事で,でなんかゴミ捨てたかなんだかの用事があって私幹部食堂に行ってこいって言われてこう行った時があるんですよ。でそこで見た光景。え幹部たちがえともう一点、え。ー 自分で飯をるのやおかずは出てきて飯は自分で寄せるの今自分が食う飯の量をあのこう入れりゃいいわけじゃん終わりにでそれでさ、あのー、飯食い終わるじゃんで形に肉くじゃん自分で飯捨てるんだよ自分で食う飯の量がわからないんだよそんな幹部がいっぱいいるんだよ そういうい幹部、クビにした方がよくね今自分が食う飯の量がわからないそんなことさえ判断できないやつが有事の際には何か現場で判断するのかい冗談じゃないよそんなアホはクビにしてくださいよあの大臣の権限でここのところ是非ともよろしくお願いしたいと思います。